Hi, how are you? It's me, Sanae. Welcome back to my channel. さあ、今日は、フォニックスの読み方についてですね。はい、この間レッスンをしていたらですね、ちょっとメモで申し訳ない、プ、エ、ント、プ、エ、ント、ペント、ペント、はい、という発音なんですよね。で、読み方なんですよね。はい。で、ここに S をね、最後にくっつけると、まあ、私たちがいわゆる履いてるパンツになるんですけど、プ、エ、ント、ス、で、パンツになるんですね。ここが、トゥスがくっつく感じでツになるんです。ツツツツツツになるんです。はい、なので、プ、エン、ツ、パンツ、パンツ。なんですけど、このパンツとパンツすごい似てるんですよ。すごく似てるので、もうなんかもうかわいそうなんだけど、何回やってもなかなか治らないっていうお子さんもやっぱり中にはいて、そうですね、まあ嫌にならない程度に何度も私も心折れないようにしっかり踏ん張って、サポートしていくんですけど、そうですね、まあゆっくりこうやりながら、トゥトゥ、音をまず聞いてもらうことですね。で、トゥスっていうのを足し算、まあ小学生だったら足し算して、音こう2人で一緒になったらツになるんだよとかですね。はい、そういう感じで、この上と下っていうのは音がまず違うんだよっていうことを理解してもらうこと、そうですね。で、音が、正確に言えるようになるために、周りの大人がいろいろサポートしていく、工夫していく必要があると思うんですね。ただ子供が嫌にならない程度に、まあその一歩手前ぐらいでちょっとやめて、日々繰り返していく、もう毎日繰り返していくっていうのが大切かなと思います。一日でずっとそれだけにかかりすぎると、もう子供も嫌になりますので、ちょっとずつね、はい、1週間、2週間、ちょっとずつですね、必ず毎日やり続ければ必ずできるようになりますので、はい、そう信じてますので、はい、ぜひやってみてください。もしね、何かこう、ここがどうしても難しいんです、できませんっていうご相談がもしありましたらね、ぜひコメント欄に書いていただければ嬉しいです。Okay, thank you for watching this video. See you next time. Bye.